み減量再活用ナビ、始めよう生ゴミダイエット作戦。ただいま。おかえり。ママ、今日の夕ご飯は？今日の夕飯はサイチョが大好きなカレーよ。わーい。うわ、三角コーナーが野菜くずでいっぱい。野菜たっぷりカレーにしたのよ。だから野菜の切れ端が結構ゴミになるのよね。もうママったら、草食動物なんだからしっかりしてよ。そういえば燃やすゴミのおよそ 40% がこういう生ゴミなんだって。あら、そうなの？じゃあゴミを減らすには生ゴミを減らすことが肝心ね。そう、新潟市は環境モデル都市に選定されているし、そういう一人一人の心がけが大切なんだ。環境モデル都市？うん。二酸化炭素の排出量を減らすため、いろんな新しい取り組みにチャレンジして社会のモデルになる都市のことだよ。へえ、そうなん。じゃあ私たちもできることから始めないとね。そうだね。でもその前に、まずはこちらをチェック。今なぜ生ゴミダイエット？皆さんこんにちは。生ゴミダイエットナビゲーターの湯浅美和です。平成20年6月にスタートした新潟市の新ゴミ減量制度、その時に利用が始まった有料ゴミ袋やシールなどは今ではすっかりおなじみになりましたね。この新ゴミ減量制度により新潟市のゴミの排出量は着々と減り、平成22年度には家庭系ゴミの排出量を新制度導入前からおよそ 30% も削減できたんです。その上リサイクル率もおよそ 27% と上昇し、平成24年度には政令市第2位にランクインしました。やった、ゴミダイエット大成功。こうした取り組みを経て平成24年度には新しいゴミ処理の計画を作り、平成25年に国の環境モデル都市に選定された新潟市はゴミ減量化の取り組みを次のステップへと進めることになりました。ゴミダイエットのステップアップだね。そう、大量生産、大量消費、そして大量にゴミを出す社会からゴミの排出量を減らし、二酸化炭素の排出量削減につなげていく持続型、循環型の社会への転換をさらに推し進めているんです。なるほど。でも今以上にゴミを減らすにはどうしたらいいのかな？ゴミ減量化の第一歩は 3R の最初に挙げられているリデュース、つまりゴミの発生そのものを減らすことですよね。そこでこれからのゴミダイエットのターゲットになるのが燃やすゴミの 40% を占める生ゴミなんです。生ゴミは家庭で資源化できるのもポイントです。確かにいいアイデアね。でもいろんなお宅があるし、誰でも簡単にできるのかしら？大丈夫、それぞれの家庭に合った方法で始めれば OK。 ゴミの減量化でまず大切なのはゴミを出さないという発想だから、まずは生ゴミを捨てる前にしっかりと水切りをしたり、生ゴミを出さない野菜丸ごとクッキングにチャレンジしたり、手軽で効果的な方法から始めてみてはどうでしょうか。また庭や畑のあるお宅ではコンポストや EM ぼかし容器を使った生ごみの堆肥化がおすすめ。マンションにお住まいなどスペースが限られている方や、忙しくてなかなか時間が取れない方には電動生ごみ処理器を利用する方法もありますよ。堆肥化なら我が家の家庭菜園にもぴったりね。そう、きっと皆さんにぴったりのダイエット方法が見つかるはず。今回皆さんにそれぞれのライフスタイルに合った生ごみの減量化、資源化に取り組んでいただくため、こちらの生ごみダイエットの匠たちにそのコツを伝授していただきます。ぜひこの機会に皆さんで生ごみダイエットにチャレンジしてみてください。生ごみダイエットにもいろんな方法があるのね。コツがわかればきっとみんなでもっと気軽にできるはず。僕たちもできることから生ゴミダイエット始めようよ。そうね。
ネコキッチン野菜まるごとクッキングで無駄なく美味しく。生ゴミダイエットの第一歩、それはできるだけゴミを出さないこと。そこで今日から始められる生ゴミダイエットのテクニックとして、ゴミを出さないためのキッチンでの心がけと、ゴミを出さない工夫がいっぱい詰まったお料理をご紹介します。ゴミを出さないためのキッチンでの心がけを伝授してくださるのは、新潟気軽に省エネクラブの畑野千代さんです。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ畑野さん、ゴミを出さないための工夫なんですが、キッチンだとどういうことがありますか？実はゴミを出さない工夫は、キッチンの前のお買い物のところから始まっているんですよ、うん、家族の適量っていうものをちゃんとわきまえて、その食材を買いすぎないこと、それからそれを料理を作るときに作りすぎないことが大切です。うん、特に旬のものを必要なだけ買うことで、その食材が一番おいしく栄養価が高く値段も手頃な時期に無駄のない買い物ができるんです。旬を知ることも大切ですね。本当です、それは大切なことですね。また買い物の際に簡単な包装のものを選ぶ、またバラ売りを選ぶ、そんなことをすることによってゴミを減らすことができます。あのトレイも減らせますよね。マイバッグを持ってお買い物に行く人が増えてますよね。皆さん持ち歩いていますか？なるほど、気をつけられるポイントたくさんありますね。そうですね、食材もたくさん買ってしまっても余ってしまったらもったいないですもんね。そうですよね。でもつい使うのを忘れて冷蔵庫の隅で賞味期限切れになって忘れられているっていうこともよくあるんですよね。ありますね。そんな時に役立つのが、うん、このレシートなんです。レシートを冷蔵庫の正面に貼っておいて、使った食材をマーカーなどで消していくと残っているものがわかるでしょう。こうやって冷蔵庫の在庫管理をすれば、消費期限切れの食材を捨てるっていうこともなくなりますよ。レシートってこういう使い方ができるんですね。そうですよ。でもいろいろ工夫してみても、もし食材が余ってしまったということがあったらどうしたらいいですか？そんな時は、うん、残った食材を冷凍保存するか干し野菜にしてみるのはどうですか？はい、はい、例えば青菜とか根菜類はさっと下茹でしてからお水にとって冷まします。それからラップに包んで、うん、そしてこうやって小分けにして保存袋に入れておきます。使う時も必要なだけできますから便利ですよね。はい、使いやすそうですね。そうですね。それからキノコ類なんかはとても冷凍保存に適しています。はい、これは本当にうまみもアップしますし、ちょっと石突きを取ってバラして洗わないでいいですからね。そのままこの保存袋に入れて冷凍します。それからこれはね、残った野菜、いろんな野菜が残るでしょう。ちょっとずつ残ったりしますよね。そうそう、そのちょっとずつがいいんですよね。それを保存袋に一括に入れておくと、炒め物するときとかスープを作るとき、そのまま使えますね。はい、便利ですね。便利ですよ。干し野菜は水分が出ないので調理時間が短縮できる上、味が染み込みやすくなるのでお料理に重宝しますよ。かぼちゃもね、なかなか全部使い切ることが難しいので、こんな風にしておけば次のお料理のアイデアが湧きますね。そうですね、はい、せっかく買った食材ですから無駄なく美味しくね、いただきたいですよ ね。 そうですね、最後まで使い切れますもんね。続いてゴミを出さない野菜まるごとクッキング、教えてくださるのは鳥居恵子さんと引き続き畑野千代さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回教えていただくのは野菜まるごとドライカレーです。材料はこちらです。いろいろなお野菜が並んでいますが、中にはキャベツの芯なんていうのもありますね。キャベツの芯って食べられないイメージがありますけれども、栄養もありますし、細かく刻んで食べるととっても美味しいんです。キャベツの芯も丸ごといただくんですね。そうですね、はい、他の材料はいかがでしょうか？
今回こちらで使う材料なんですけど、できるだけする部分を少なくして丸ごと使えるような調理を皆さんにご紹介いたします。はい、じゃあお野菜の切り方をご説明したいと思います。生姜なんですけれども、生姜は皮付きのまますりおろします。ニンニクですが、食材を残すように使いたいと思います。ここでさっと洗って使います。まず玉ねぎですけれども、皮を剥いてから洗うのがポイントです。皮を剥く前に洗って、皮を剥いて切る前に洗って、また切ってから洗う、こんなことしていませんか？何度も洗うことで皮が水を吸って生ゴミを増やす原因になるんですよ。人参は皮を剥かずに葉の付け根も薄く切って、ヘタの部分だけ捨てます。大変ゴミが少なくなりますね。ナスはヘタの下を包丁を入れて鉛筆切りにします。トマトは皮を剥かずにヘタの部分だけ取れば丸ごと全部使えますよ。ピーマンは半分に切ってからヘタを手で折るようにして取ります。種も手で取ると包丁を使うよりもとっても簡単で無駄なく使えますよ。先ほどのキャベツの芯は硬いので細かく刻んで使います。この他にセロリの葉っぱも捨てずに使いましょう。香りがとっても良いので彼にはとってもぴったり合いますよ。かぼちゃの種と綿を外して、このように2種類干しかぼちゃを作りました。ちょっと1日ぐらいのちょい干しになります。干し野菜っていうのは旨味が干すことによって凝縮されますし、時間も短縮された調理ができるんです。下ごしらえが終わりました。じゃあこれから炒めて煮込んでいきたいと思います。鍋にサラダ油を入れ、すりおろしたニンニク、生姜、玉ねぎのみじん切りを炒めます。玉ねぎが透き通ってきたら、皮付きのまま1センチ角に切った他の野菜を全部入れます。ひき肉を炒め、色が変わったら野菜と混ぜてさらに炒めます。カレー粉を振り入れ、さっと炒めます。トマトジュース、コンソメ、トマトケチャップ、ウスターソース、砂糖を入れます。水、米粉を入れます。弱火で水分が少なくなるまで煮詰めます。塩コショウで味を調え、完成です。野菜丸ごとドライカレー完成しました。美味しそうですね。美味しそうですね。じゃあ盛り付けをお願いします。はい、いやー、いろんなお野菜が入ってて、はい、美味しそうですね。そして香りもまたそうですね、いいですね。今回使ったお野菜だけではなくて、冷蔵庫に眠っているお野菜とか残りがちなお野菜、それから果物なんかも美味しいんですよ。リンゴなんかもとっても美味しくなります。あ、リンゴもやっぱり皮ごとなんですか？そうですね、すりおろして入れていただくと本当に丸ごとリンゴ使いますので、ぜひ試しになってください。はい、楽しそうですね。そこで、はい、このできたものを残らずに食べていただく、これも野菜丸ごとクッキングの基本の木でございます。そうですね、丸ごとを残さずいただきたいと思います。そうしましょう。生ごみを出さないための心がけと野菜を丸ごと使ったメニュー、どちらもちょっとした工夫で大きな効果が期待できるので、ぜひ皆さんもチャレンジしてくださいね。生ごみダイエットの基本は水切りにあり。皆さん、生ごみの 80% 以上が水分だということ、ご存知でしたか？これは、新潟市で平成22年度に行った生ごみ水切りモニターの結果の一例です。夏場は2、3日の天日干しで 84% の水分が削減できました。実は、この水分こそが、あの悪臭の原因なんです。つまり生ごみの水切りをすることで、ごみの量を減らせる上に、あの嫌な匂いを防ぐこともできるんです。生ごみの効果的な水切り方法を教えてくださるのは、新潟気軽に省エネクラブの畑野千代さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まず水切りの基本から教えてください。はい、皆さんは生ごみをこの三角コーナーに捨ててませんか、うん、これをぜひシンクの上に上げてほしいんです。はい、私はここのところにちょっと新聞紙をこう敷くようにしてここで野菜を切っていきます。それによって随分水分を減らすことができますね。また調理の段階から野菜を洗う前に皮むきをして皮を水に濡らさないというのも工夫の一つです。どうしても洗わないと気が済まないという方は洗ってから新聞紙の上にちょっと乗せておいて水を切っておくのはどうでしょうか。それから皮を剥けばいいですよね。なるほど、水切りイコール三角コーナーと思っていたのでこれは意外でした。もし三角コーナーにここにあるままにしておくと、うん、ここに生ごみがあって水を使うたびにまた生ごみに水分をプラスすることになりますよね、うん、ですから生ごみは汚いとか臭いとかいうイメージになっちゃうんですが、これを上に上げていただくことによってその悪いイメージを払拭できますね。水切りの基本に続き生ごみを手軽に乾燥させるグッズ、生ごみカラットを使用した水切り方法をご紹介しましょう。今回使用する生ごみカラットは2層の容器や虫除けネットなどがセットになった専用の乾燥容器です。では畑野さんお願いします。はい、まず新聞紙を折ります。はい、私はこんな風に折っているんですけれどね、はい、別にこれでなければいけないということはありませんが、こういう風に折ると、底辺が二重になりますよね、はい、で水分を吸収しやすいなと思ってこんな風にしています。ここに生ごみを入れます。あ、袋状にして生ごみを入れるんですね、はい、でこれはここのカラットに入れますね、はい、うん、そしてこれを風通しの良いところに干すんです、うん、そうするとまた風で水分が飛びますよね。翌日また同じように処理した生ごみを中容器に追加していきます。もし中容器がいっぱいになった場合はある程度乾燥した包みを外容器に移して収集日まで貯めておくことができます。ゴミを出すときは、はい、この袋ごと黄色い袋に入れてください。はい、もう包みごと捨てていいんですね。楽ですね。でも汚れなくていいでしょう、うん、はい、簡単、あっという間です。これは実際に生ごみカラットを使って生ごみを乾燥させる前と後の写真です。1週間でおよそ半分まで減量しました。生ごみの水分を減らすことはごみの量や臭いを減らすだけでなくごみの焼却に使う燃料の節約にもつながります。今回は生ごみカラットを使いましたけれども、はい、これはあくまでもきっかけ作りでこれでなければならないということはありません。はい、ご家族の人数によってはこれでは足りないという方もいらっしゃるので、ある方は洗濯ネットを使ったりとか魚の、こう干す網があるじゃないですか、3段くらいの、はい、あれを使って干している方もいらっしゃいますよね。何グラム絶対減らそうというそんな風に気負わないで、まず各家庭に合った方法で少しでも水分を減らしていこう、そんなきっかけにしていただけたら嬉しいですね。はい、わかりました。皆さんもそれぞれのご家庭に合った方法を探してぜひ取り入れていただきたいなと思います。畑野さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。生ごみの水切りは生ごみダイエットはもちろん気になる匂いも解決してくれます。ごみ出しの時のエチケットにもつながるのでぜひ毎日の習慣にしたいですね。コンポスト容器で生ごみの堆肥化にトライ。
生ごみを発酵させて作る生ごみ堆肥は土に栄養を与える堆肥としての役割と植物を丈夫に育てる肥料としての役割のどちらも果たす優れものなんです。ガーデニングや家庭菜園の愛好家などすでにたくさんの方がコンポスト容器を使った堆肥化を実践していますが、難しそうとか専門的な知識が必要なのではとなかなか始められずにいる方も多いのではないでしょうか。今回はそんな皆さんにコンポスト容器を使った堆肥化について、ここを抑えれば大丈夫というポイントと一緒にご紹介します。コンポスト容器を使った生ごみの堆肥化について教えてくださるのは、花と緑のアドバイザーとして活動されている串谷美智子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、このコンポスト容器なんですが、はい、最近は簡単に購入することができるようになりましたよね。そうですね、ホームセンターなどで手軽に購入できますので、ご家族の人数や、設置場所などをお考えになって買い求められるといいと思います。4人家族ですとだいたい200リットルぐらいがちょうどいいかと思います。はい、参考にします。はい、ではまずはこのコンポスト容器の設置方法について教えてください。はい、まず容器の設置場所ですが、水はけが良く日当たりの良い風通しの良い場所を選んでください。場所を決めたら一度容器を置いて、底の部分の形を地面につけた後、その形に沿ってお椀状に30センチほどの穴を掘ります。穴が完成したらその上に容器を設置し、倒れないように容器の周りに土をかぶせ、設置完了です。掘り上げた土は堆肥作りに使います。というわけで、こちらが設置完了したコンポスト容器です。この後なんですが、どのように利用していくんでしょうか。まず最初に乾燥した草や小枝を入れていただきます。その後に生ごみを投入していきます。ごみが出たらすぐ新鮮なうちに水気を切って堆肥化するというのもポイントです。生ごみを広げるようにして入れたら、その上に生ごみが見えなくなるように土や腐葉土、落ち葉などをかけ、容器に虫よけネットなどかぶせます。コンポスト容器では空気のある環境で活性化する好気性微生物の働きで生ごみを分解するので、普段は蓋を開けるか棒などを使って蓋を浮かせて雨水を防いだり、通気性を良くしてください。ここがポイントです。この後ですが、 2,3 回生ごみと土をサンドイッチ状に入れたら、その分をスコップでよくかき混ぜて中に空気を入れてください。空気を入れて微生物の働きを活発にするのがポイントなんですね。ところでコンポスト容器に入れる生ごみなんですが、入れていいもの、好ましくないものっていうのはあるんでしょうか。はい、あります。タバコの吸い殻や甘味類はダメです。当然ですが、食品用ラップやアルミホイルなども分解しないのでダメですよね。このほか枝豆の枝、葉、さややトウモロコシの葉や芯、爪楊枝など分解しにくいものは堆肥化に向きません。コーヒーの殻は家で飲むぐらいの少量なら OK ですが、大量に入れるのは避けてください。またスイカなどほとんど水分でできているものも適しません。反対に入れても良いものですが、野菜くずなどの他にも魚のあら、卵の殻は入れて OK です。ちょっと残ってしまったご飯なども入れることができます。他にも米ぬかは腐敗を防ぐので堆肥化にとても役立つんですよ。ただしもみ殻は分解しにくいので入れないでくださいね。キッチンから出るゴミ以外にも、庭で抜いた草、剪定後の細い枝葉や落ち葉などを入れることもできます。笹、竹、松、椿など一般に常緑樹はコンポスト容器を使った堆肥作りには不向きです。
コンポスト容器ではだいたいどれくらいの時間で堆肥化するんでしょうか。生ごみと土を交互に入れて混ぜるという手順を繰り返して容器の8分目ぐらいになったところでしばらく寝かせると、およそ春秋は 3,4 ヶ月、夏は1ヶ月半から2ヶ月で下の方から黒い堆肥が完成していきます。設置場所や気候の変化などにより多少違ってきます。これが完成した堆肥です。出来たての堆肥はポリ袋に入れて天気の良い日に日の当たるところに 2,3 時間置いてみてください。ガスが発生して膨らまなくなれば使用して OK です。ガスが出ている場合はもう少し容器で寝かせてください。わかりました。今回初めて手順を聞いたんですが、思っていたよりも案外手軽に簡単にできるんだなという印象を受けました。そうですね、生ごみを全部を堆肥化しようと思わずにできる量だけ気軽に続けようという気持ちが大事です。水気を切る、土や腐葉土で生ごみを覆う、空気をしっかり入れるといったポイントを抑えれば匂いもなく上手に堆肥化できるのでチャレンジしてみてくださいね。はい、わかりました。串屋さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。新潟市では市内在住の方を対象にコンポスト容器の購入費の補助を行っています。こうした制度も利用していただき、コンポスト容器を使った生ごみの堆肥化に気軽に取り組んでいただけたらと思います。屋内で手軽に EM ぼかし容器で生ごみを堆肥化。庭や畑のないご家庭でも屋内で手軽に生ごみを肥料にできる方法、それが EM ぼかし容器を使った堆肥化です。 EM ぼかしとは、人の生活に有効な微生物や米ぬか、もみ殻などを混ぜたもので、これを専用の容器を使って生ごみと混ぜ発酵させることで堆肥化することができるんです。さあ、 EM ぼかし容器を使った生ごみの堆肥化について教えてくださるのは、福祉施設で EM ぼかし作りに取り組んでいる吉田正さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずこの EM ぼかし容器や EM ぼかしなんですが、はい、どういったところで手に入るんでしょうか。はい、最近ではとても一般的になっていて、ホームセンターや福祉のお店で買うことができます。そうなんですね。はい、では早速ですが使い方を教えてください。はい、まず使用する前に、はい、蛇口を、付属の蛇口がありますので、しっかりと蛇口を閉めます。はい、次に、目皿を置きます。はい、でその上から新聞紙を1枚敷いてください。新聞紙の上に EM ぼかしを振りかけます。どれぐらいの量を敷くといいんでしょうか。たくさん敷かなくてもいいです。はい、はい、これで準備 OK です。はい、ではこの EM ぼかし容器を置く場所なんですが、何か注意することはありますか。EM ぼかしの中にある EM の菌が10度から35度でよく発酵するので、直射日光の当たる場所とか寒いところは避けてください。はい、準備ができたら生ごみの水をしっかり切ってから容器に入れていきます。ゴミが出たらすぐ新鮮なうちに入れるのがポイントです。生ゴミに EM ぼかしを振りかけよく混ぜます。この時 EM ぼかしをたっぷりかけるのが上手に発酵させるコツです。グラム数などあんまり細かく考えすぎず大まかで大丈夫ですよ。 EM ぼかし容器もコンポスト容器と同じように入れてはいけないもの、好ましくないものがあるので、生ごみを投入するときは注意してくださいね。生ごみと EM ぼかしをよく混ぜたら、蓋をしっかりと閉めます。はい、EM ぼかしの微生物が空気に触れると弱まってしまうので、蓋をしっかり閉めて空気に触れさせないことが最大のポイントになります。
好気性微生物が働くコンポスト容器との違いはここですね、うん、はい、ここが一番の違いになります。はい、あと発酵するとガスが溜まってきますので、蓋を少し開けてガスを抜いてまたしっかりと蓋をしてください。はい、 2,3 日すると水が溜まるので、これを蛇口から頻繁に抜きます。この水は液肥として使えるので、ぜひ活用してください。排水口や水洗トイレに流すと排水管を洗浄し消臭効果があります。またこれくらいの浄瑠に 1,2 滴混ぜて水やりをすると植物が元気になります。もちろんたくさん出たら捨ててもらって構いません。新しく生ゴミを入れるんですけれども、はい、こうした作業を繰り返していくんですけれど、はい、その際に以前入れた生ゴミと、一緒に合わせてかき混ぜなくてもよくて、入れた分の生ゴミだけ異塩ぼかしを混ぜていきます。あ、容器全体をかき混ぜる必要はなくて、はい、新しく入れた部分だけかき混ぜればいいんですか。はい、はい、そうです。作業も楽ですね。そうですね、うん、容器の8分目までたまったら夏場は10日ほど、冬場は20日ほどで出来上がりとなります。ところで屋内ということもあり、はい、発酵中の匂いはどうなのかなと少し心配です。はい、10日ほど寝かしたものなんですけれども、匂いを嗅いでみてください。はい、まず見た目なんですが、生ゴミの形そのものはあまり変化がないですね。はい、では気になる匂いですが、はい、うん、ぬか漬けのような香りがしますね。はい、上手に発酵が進めばぬか漬けのような匂いになります。ただこの時点ではまだ完全に堆肥化されていません。家庭菜園などで使う場合は20センチほど土を掘り、堆肥を入れて土と混ぜ、さらに上から10センチほど土をかぶせ、雨が当たらないようシートをかぶせてください。 1,2 週間経ったら植物を植えられますが、堆肥から少し離れた場所に植えてください。プランターを使って土と混ぜて使うこともできます。あ、プランターなら庭や畑がない方でもベランダですることができますよね。はい、あ、いいですね。はい、EM ぼかしをたっぷり使う、しっかりと密閉するといったポイントを押さえれば気軽にできそうですね。はい、吉田さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。新潟市では市内在住の方を対象に EM ぼかし容器の購入費の補助を行っています。こうした制度も利用していただき、 EM ぼかし容器を使った生ごみの堆肥化にぜひ取り組んでいただけたらと思います。さらに手軽に段ボールを使って生ごみを堆肥化。コンポスト容器や EM ぼかし容器を使った堆肥化以外にも、専用の容器を購入せずに身近にあるもので生ごみの堆肥化ができるということ、皆さんご存知でしたか。それがみかん箱などで作る段ボールコンポスト、手頃なサイズで屋内でも使えるんです。ではこの段ボールコンポストで生ごみの堆肥化にチャレンジしてみましょう。段ボールコンポストを使った生ごみの堆肥化について教えてくださるのは、新潟気軽に省エネクラブの白井智さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、段ボールコンポストの場合はまず容器を作るというところから始めるんですが、はい、白井さん、早速ですがその作り方から教えてください。はい、はい、まず段ボールの種類なんですけど、いろんな形で試してみたんですが、サイズ的にも頑丈な意味でも、みかん箱の空き箱が最適かと思います。箱を組み立てたら、つなぎ目をすべて通気性のいいスポーツ用のテーピングですか、医療用のテーピングで留めます。この時ビニールでコーティングされたようなテープは通気性が悪くて、びしょびしょに箱がなってしまいますので、それは使わないでください。箱の底を補強するために、四隅をテーピングで留めていただきます。で、そこの大きさに合わせて切った段ボールの板、これを敷いていただきます。
これで完成ですか。そうですね、これで一応段ボールコンポストの準備ができました。さて、この段ボールコンポストなんですが、はい、どういったところに置いて使うといいですか。そうですね、屋内ですと壁にぴったり寄せ付けないようにしてください。木片の上に乗せていただいて、通気性を良くしていただくということですね。それからベランダなんかで使用する場合は暖かいところに置いて、で波板の透明なやつがあると思うんですが、これを雨が入らないようにかぶせておいていただければと思います。さあ、箱の準備ができたら次は使い方ですが、まずどんなものを入れるんでしょう。そうですね、まず腐葉土とそれからもみ殻の燻炭、これをおおむね箱の半分ぐらいまで入れます。で、腐葉土の中の微生物が発酵を促進してくれますし、燻炭の中に空気の穴がいっぱいあるんですが、これが微生物の住処になります。で、どちらもそのホームセンターなんかでもって購入できますので、ご利用いただければと思います。入れます、入れて混ぜます。はい、はい、お願いします。混ぜるんですね。混ぜておきます。はい、生ゴミを刻んでぬかをまぶします。まあ、できるだけ細かい方が微生物は食べやすいんで細かくします。はい、で、ぬかをまぶします。ぬかはそんなに多くなくてもいいですね。あんまり余計入れることはないですね。先ほどの中に入れます。はい、ありがとうございます。で、この中で全体に混ざるように攪拌します。で、米ぬかをまぶしますとその腐敗を防いでくれるのと、米ぬかの栄養を微生物が好みます。ここがポイントになると思います。段ボールコンポストの場合も他の堆肥化と同じように、入れてはいけないもの、好ましくないものがあるので、生ごみを投入するときは注意してくださいね。はい、生ごみを入れ終わりましたら、虫除けのために古いバスタオルですとかT シャツで蓋をしてやります。これは通気性を保ってくれますので、生ごみを投入しない時でも1日に1回はこんな風にして攪拌してやって、中に空気を混ぜ込んでやっていただきたいですね。好気性の微生物が堆肥化してくれますので、その作業が必要になります。こうして3ヶ月ほど使いまして、いっぱいになりましたらゴミの投入をやめます。土に下ろしてビニールシートをかぶせておいてください。あるいはプランターの土に混ぜるなどしますと、うまくまた発酵を促進します。で、これを1ヶ月から2ヶ月ぐらい置きますと、熟成して堆肥としてご利用できるようになります。さあ、こちらが完成した堆肥ですね。はい、そうです。手作りの容器で生ごみの堆肥化ができるなんて、手軽さがぐんと増しますね。白井さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。家にあるものや簡単に手に入るもので作れる段ボールコンポスト。屋内で気軽に使えるのも魅力なので、ぜひ皆さんで作って堆肥化にチャレンジしてみてください。電動生ゴミ処理機で手間をかけずに生ゴミダイエット。生ゴミの減量化には、食材を無駄なく使う工夫や捨てる量をできるだけ少なくする工夫、そして専用容器や手作りの容器を使った堆肥化など、さまざまな方法があります。でも、こうした取り組みを実践する時間がなかなか取れないという方や、堆肥化に必要なスペースがないという方もいらっしゃいますよね。そんな皆さんにおすすめなのが電動生ごみ処理機です。この電動生ごみ処理機、最近では家電量販店などでよく見かけますが、生ごみを乾燥させることで腐敗を防いで、およそ7分の1に減量できるんです。では実際に電動生ごみ処理機を使ってみましょう。まず生ごみですが、よく水を切ってください。そして大きなものは細かく刻んでから入れてください。節電にもつながります。消臭効果のあるコーヒー殻を一緒に入れてもいいですね。
そして入れられるものと入れられないものがあるので、しっかりと分別をすることが大切です。あとはスイッチを入れるだけ。処理中処理後の匂いはほとんど気になりません。そしてこちらが処理が終わった生ごみです。カラカラに乾燥して容量も随分と減りました。新潟市ではこの乾燥生ごみを市内の回収拠点で回収し堆肥化していますので、無色透明もしくは半透明のポリ袋に入れてご覧の回収拠点に持ち込んでください。有料ごみ袋の節約になります。皆さんそれぞれのライフスタイルに合わせ生ごみダイエットにチャレンジしてみるのはいかがでしょうか。いかがでしたか。エコキッチン野菜まるごとクッキング、生ごみの効果的な水切り、コンポスト容器や EM ぼかし容器を使った堆肥化、手作りの段ボールコンポストでの堆肥化、そして電動生ごみ処理機の活用、生ごみを原料化するさまざまな方法をご紹介してまいりましたが、皆さんのライフスタイルに合ったやり方で一人でも多くの方にできることから少しずつスタートしてもらえたらと思います。手軽な方法ばかりでなんだか楽しそうね。うん、僕たちにぴったりの方法で早速始めてみようよ。そうね、家族みんなで始めましょう。